なんだ？何を思ったんだ？手を伸ばした空も、あ、手を伸ばした手も空を切り、渦に巻かれるような、巻かれる船のように、俺の意識は闇に飲まれた。デッド、宇宙。これが宇宙か。ここはどこだ？さっきまでとは世界が一変している。リンの姿もない。キャスターの姿もない。そもそも現実感がない。それは宇宙だからだ。宇宙。そうよ。ここならサーヴァントも助けに来ない。正真正銘、私とあなただけの一対一の密室。というか、牢獄ね。悪いけど出口はないわ。ここは私の心だもの。あなたは一生、ここに閉じ込められるのよ。じゃあ、ここで終わるか。こんな暮らしも悪くないと思うんだ、俺は。ここに住むのも。落ち着いてるじゃない。もう誰も助けに来られないのよ。出口もないのよ。パニクらないの？リンの中で生活します。お前、なんですって？打ち負かすって、私を？私に捕まったくせに？いや、ここに住むから大丈夫だって。それ以上は言葉はいらない。望むところよ。かかってきなさい。負けないから。何これ、何が始まるのこれ。何を言われようが完全否定して返り討ちにしてやるわ。お、三択か。三択の逆転裁判が始まるか。何何何何何、この意志力。普段とは違う。ちょっとかっこいいかも。どういうこと？何言ってるんだ私。油断は禁物。全力で拒絶しないと。私を反省させるとか言ったけど、私の何が悪いっていうの？まずおさらいだ。金を集めたがってた。ファイトクシュ。だろ。それのどこが悪いのよ。そりゃ可愛くないかもしんないけど。バラが減った。お金は、そう、未来よ。研究するにも戦争するにもデートするにもお金が必要じゃない。いや、暮らすためにお金がいるね。部屋で動画サイト見るより豪華ペアプレミアムシートで映画見たいでしょ。マネーイズラブパワーでしょ。どっちでもいいよ、俺は。一緒に映画か。こう出られたらどういう掘り出し物の動画、今なら腐るほどありそうだな。誰が一緒にいたなんて言ったのよ。一緒なら何でも面白くなっちゃうかもなんて思ってないんだから。テンプレじゃないか、お前。おお、テンプレーション、テンプテーション、テンプレーションだろこれ。テンプテーションだ。そんなのじゃないわ。これ失敗したらどうなんのこれ。約束だのツンデレだの勝手に人のこと決めつけないで。間違いない。私は自分の好きにしているだけなのよ。自分で決めて、自分で準備して、自分で責任取って、それの何が悪いの。自分自身の支配者であることは人間の義務。その放棄はただの怠惰よ。サブザサブエザーの時もあるのさ、人間サバザた。これだ、パクらんでもいいじゃん別に。うわ、見える。うるさいうるさいうるさい。そんなことはしちゃいけない。流されちゃいけないことなのよ。判断も評価も行動も感情も、頭の先から爪の先、血の1グラム、涙の1滴だって自分のものじゃないなんて。どんなに甘美に見えたって、それは人としての尊厳を。いいえ、そうなったらもう人じゃないんだから気にする必要なんて。タブー。正気に戻れ、資本主義の犬め。体力3つあったな今。何を、いきなり逆転裁判官すごいな。犬って言った？お、犬、俺は豚だけどな。
メス犬。犬の前に最悪な単語があった気がしたんだけど、何かの聞き間違いかしら。これは子豚です。うわ、俺は豚だ。あれれ、豚の方が良かったかな。良くない、いいはずない。そして本気で失望したわ。このスレンダー&ビューティーな足を見て、そこじゃない。いくら何でも見る目がなさすぎるわ。そういう例えすんだ。そんな人に何を言われても全然答えないし、豚でもカブでも好きに言ったら、うっ、ミスった。その代わり殺すから、絶対に殺すから、もうめちゃくちゃに殺すからね。うわ強気だったよ豚は。自覚なんてないもん。私は合理的かつ優雅な背筋主義者なだけで、犬なんかじゃ。違う違うったら、なんて叱られてホッとしてるの私。こんなのこんなの私じゃない意味がわからないんだけどこれ。でもなんかすごく楽になってきた。どうして私やっぱり犬なの。犬や。ううん、違う、絶対違う。私はいつでも理性的なんだから。犬も理性的だ。通り過ぎて理解できないだろうけど、ちゃんと先のことまで考えて動いているんだから。私は完璧なの。そうでなくちゃいけないの。ただの一度も弱音を吐くわけにはいかないんだってば。豚の鳴き声だな。豚は絶対ダメだろこれ。そう、あ、これ絶対ミスったやつだこれ。私に背負わせる。お前がやってくれ。最新の注意を払って、優しく厳しく金銭搾取してあげるから。これある意味すごくない？俺外すのって。うっ、しまった、斜め上の方向。いいじゃんそれでも。鳴き声やったらいいんかよ豚の。鳴き声、鳴き声って私泣いてないもん。当然の主張してるだけだってば。これあれなんかな、まさか、ま、これ失敗したらまたランサー戦うんか。なんでそんなひどいことばっかり言うの。なんで、なんで本当の私を見てくれないの。口でやってることと言ってることとやってることは違うんです。でも内心を分かってください。いいじゃんそれでも。いいじゃん、いいじゃん。自分の考えばかり押し付ける、反対された泣きわめく子供みたいだな。だって私だってたまには楽になりたくて素直になってみたかったの。何よ、それが悪いの。自分のこと考えたっていいじゃない。自分が一番可愛いのは当然でしょ。うわ、だったら最後まで責任持て。やめて、もうやめてください。言うことを聞きます。私言うことを聞きますから。責任を取るのは嫌なの。だって素直になれない。勝ったな。責任なんて持ったら言いたいことも言えないの。それはそうだろう。顔を通してきたのも通したかだ。人に指導する責任も人に憎まれる責任を持って、それでは胸を張っていたのが東坂凛だ。そんなこと言われたって私は自分が可愛いの、それが自然なんだって気づいたの。今さら何が正しいなんて。自分にも他人にも厳しいのがどうさだ。そっか、それでいいんだ。これが私、本当は弱いくせに精一杯強がって最後まで強がってみせる私。そうよね、それが遠坂凛だった。私が一番好きな、私の信念。ああ、気持ちいいけど恥ずかしい。全部見られちゃうなんて。でもこれでいいのよね。
心の底の自分だけは変えられない。私はこれでいいんだ。ここから出たら忘れちゃうだろうけど感謝してるわ。ありがとう、私を解放してくれて。優勝だ。うん、でもこれだけは言わせて。後で一発思いっきり殴らせて。こんな恥ずかしすぎだろ。頭痛。何よこれ、私なんで倒れてるの。バイタルを測る術ではない。それこそさ、今こそあるだろう。おでこに手を当てろよ。おでことおでこに太陽を感じろ。確か赤いランサーと契約して。お、青スパッツは誰よ赤いランサーって。顔を思い出せるのにそれ以外全然思い出せない。あ、そう。私どうなってるの。っていうかここどこ。今まで何があったの。ランサーのこと忘れてるようだ。マネーイズパワーシステム。待って、何それ。じゃあもしかしてさっきまでのあれ夢じゃないの。私なんかすごいことしてなかった。してましたよ。ところがギッチョン、現実でございます。ギッチョン、こうなってはおとなしく受け入れてください。リンさん、大丈夫、人の噂も75日ですよ。恥、末代までの恥。私何だってあんなことを。ところがギッチョンっていいな、覚えてたら使おう俺も。よし、終わりよければ全てよし。一件落着って、そうだった、こんなことをしている場合じゃないのよ。早くあいつを何とかしないと私たち全員永久にここから出られない。ううん、もっとひどいことになる。誰あいつって。レオも外にいるのよね。急いで話をしないと。ああ、でもどうやってここから出ればいいんだっけ。私を叩けばいいの。よし、私を叩いて。気絶するぐらい叩けば目覚めるはず。何を焦っているんですか。時間なんてそれこそ無限にあるじゃないですか。この声は。落ち着きましょう、月の女王様。あなたたちはどうあがいてもあらゆることに間に合わないんですから。何間に合わないって。あいつよ、マスターを月の裏側に引きずり込んで私を捕まえて迷宮に組み込んだ元凶。あなたもこっちにいるのなら覚えはない。聖杯戦争中黒いのに襲われた時、今の女の声を聞かなかった。3人ぐらいいたな、そういえば。ええ、そうです。私があなたたちを陥れた元凶ムーンセルの半分、月の裏側を支配する本当の月の女王。はじめまして、哀れな子羊さん。豚からランクアップした。そしてようこそ、めくるめく桜迷宮へ。お、気に入ってるね、その名称。叩くのはなし。外に出たらあいつにまた捕まっちゃう。今はここで様子を見て。様子を見てどうするんですか。急いでいたのはリンさんなのに。まあリンさんなんてもうどうでもいいんですけど。どういうこと。初めての人もいるんだし、ここは初回サービスということで特別扱いしなくちゃですよね。お、初回サービス期待してるで。今そっちに行ってあげますから。まあ実際の話。この通り、先輩には逃げる時間さえあげませんけどね。おお、浮いとる。
おお、これぞ。ははは。店パン。AI の少女、その名は。こんにちは。はじめまして、先輩。こんにちは。もう後戻りはできませんから、覚悟して、ズタズタになってくださいね。あ、戦うのこれ。サクラスのもの。は？私がサクラなのか、ですって？馬鹿にしないでください。頭のてっぺんから、つま先まで違います。この私があんな弱虫で、性格ブスなわけないじゃないですか。よう言うな、その口が。私はサクラであって、サクラではない存在。もう、あんな管理 AI ではないんです。何？私の名前は BB。何の略称かは、ご想像にお任せします。ベビーなのベベでも、ベイビーでも、お好きにどうぞ。ベベって。その物言いってことは、変化の術じゃないってことですね。それに、このまがまがしさ、管理 AI どころか、ムーンセルそのものに近い量子。よろしくない状況のようです、ご主人様。どうもできないんだ。でも、先輩、せっかく助けてあげたのに、どうしてわざわざ出てくるんですか？甘やかすだけのいい子ちゃんのところで、ぬるぬるお気楽ラブ&コメディな生活でもしてればよかったのに。ラブ&コメディ。なのに出てきたってことは、まだお仕置きが足りないってことですよね。せ、ん、ぱ、い。お仕置きって何もされてなくない？俺。もしもし？もしもし？聞こえますか？急にモニターが黒く染まったのですが、そちらで何か。レオ、急いで経緯を。私がフォローするから早く。あ、講師に入ってこないの？普通のアリーナよ。転移だってできるはず。今の声はミス遠坂。さくら、ミス遠坂の引き戻しを迅速に。事情は後で。スピード優先です。急いで。はい。生徒会の全リソース強制退室に回します。あら、もうお帰りですか？そんな急ごしらえの転移プログラムじゃ迷宮の壁は破れないと思いますけど、でも判断は大正解です。勝てない敵には立ち向かわない。黄色は危険、まだいけるはレッドフラグ。刻んどきます、胸に。俺は勝てない敵には立ち向かう。黄色はまだまだ赤勝負。これにこれ、そういう世界で学んできたんで。ずっと引きこもっていてくださいね。安全地帯から一歩も出ないでいれば、そのうちハッピーエンドが落ちてきます。本当ですよ。ん？だって、どんなに待っても終わりがないなんて最高の最終回じゃないですか。連載の引き延ばしとか大好きでしょ。ドラゴンボールの感じは好きだよ。木を貯めて一番終わるぐらいとか、そんな感じならいいよ。 BB 捕まえれないだろ、逃げるんだ早く。そんな疲れ切った状態で戦える相手じゃないわよ、あいつは。分かってるの？あいつは128体のサーバント、そのほとんどを食べた怪物なのよ。すげえ。サーバントを分解してその記憶容量を取り込んで、今じゃもう手のつけられないギガストラクチャー。そ、あ、予選で起こったサーバント全部食った。そうですよ。私の計算能力はセラフの書き換え可能域に達しています。すげえ。世界のルールを左右できる存在です。すげえ。だからちょっとかわいそうですから、先輩のお手伝いをしてあげますね。その転移プログラムじゃ桜迷宮の壁は越えられませんから。はい、ふーです。おお、息を吐いた。すげえ。空間でさえも。分かってもらいました。私は BB。ムーンセルを飲み込んだ
新しい敵の支配者です。あなたたちに救いの道はありません。それでも私をどうにかしたいのなら、そうですね、校舎に隠れている人たちと一緒に力を合わせて頑張ってみてください。ほら 0.00001% の確率にかけるとか、いかにもゲームの醍醐味です。そしゃげの醍醐味。それはそれって数学的にゼロと話していいんですけど人はね、その 0.0001% を何回もやり続ければ100になると思ってるからね、バカどもは。だからいつまで経ってもサーバーと引けねえんだよ、くすが。風の音うるせえ。世界のルールを変えられると言った敵の声、少女の声を。それじゃあゲームを始めましょう。あなたたちは無慈悲な夜の女王の囚人、一人一人ゆっくり確実に終わりをあげます。期待していますよ先輩。あなたは最後まで生き残ってくださいね。おおおお、ここでオープニングかい。いつ見て笑うな、あの赤マント、赤い街灯。これあれだよな、多分リン見てるとラニもそうだろうな。あとでもラニしかいなくね。おお、これも知ってるから FGO 持ってたから、この2人ホーグ2にしたからな。懐かしい。まあ BB イベントだからな。こっから始まるんか。こっからかよ。セーブしますか。まあ、セーブするか。どうしような、これでいいか。2章、やっと2章か。じゃあここで終わります。さよなら。